はい、痛恨の PK 献上のアーセナル、インテル相手に何もできず行く。CL リーグフェーズ第4節が6日に行われ、インテルとアーセナルが対戦。前半終了間際にメリーノのハンドによる痛恨の PK 献上もあり、インテルが1例で勝利している。アーセナルってこんなおもんないチームやったか？バリエーションがないアーセナルの攻め、守りやすいインテル。なるほど。まあインテルって CL 優勝争いするであろうクラブだし、今のアーセナルには少し重いよな。シティだって引き分けだったし。いいなインザーギ。アーセナル相手でもディマルコ、ジュラム、ラウタロあたりの主力の出場時間をちゃんとコントロールできてるの羨ましい。インテルはメンバー落とし気味だったのにな。ここ落としてチェルシー戦も落とすと精神的にきつい。メリーノじゃなくてブライスメンです取ってればな。ゴールへの脅威があるのは断然ブライスメンです。メリーノとトーマスの時はバランスはいいのかもしれないけど攻撃力がないよな。あとワンタッチで崩すとか変化つけないと、球もらってからこねて後ろ下げてサイド変えての単調なリズムだとね。得点の匂いしないわ。今のアーセナルにゲームを作れる人がいなさすぎる。メリーノにその役割を左で期待してたんだけどなんか違うみたいだし、何より引き出す動きと差し込む動きがなさすぎて見てて得点の感じが全くしない。インテルにしっかり塩漬けにされたな。イタリアのチームだけあってやっぱここら辺はかなりうまいわ。アーセナル相手に守備の練習してて草？いや真面目にインテル強すぎでしょ。